それではここで精神科医の香山理香さんがお忙しい中駆けつけてくださいました。香山さんにご発言をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。精神科医の香山理香と申します。私は精神科医という仕事柄、普段生活で大変苦労をされている方、社会の中で本当に困っている、抑圧されている方々多くお目にかかります。9月からは本当に大変でした。9月最初の、9日頃から台風15号が、やってきて、千葉を中心に大きな被害を受け、停電、断水なども長く続きましたよね。それでもう私の患者さんでも千葉の方からやってこられている方もいるんですが、本当にこう不安で非常に生活も困って、もう本当に眠れないとかですね、いろんな問題を訴えておられました。でそれが9月で、そして10月から消費税が上がり、また消費税が上がったことでも非常に生活に困難が生じて、そしてまた心の不安も大きくなって、診察室を訪ねてくる方も大勢いらっしゃいました。そう思っていたらまた10月に台風がやってきて、これはもう東京、関東だけではなく長野県や東北、福島を中心とした東北などにも本当に大きな被害が生まれ、100人近い方が命を落とし、いまだに多くの人たちが復旧を、復興を目指して頑張っているという、そういう状況がやってきましたね。でも本当にそういう中でも私たちはお互い助け合って、もうボランティアに大勢の人が出かけたり、自分も生活が苦しいのにその中から、生活費から寄付をしたりとかですね、みんなで本当に励まし合って助け合ってきたと思います。そして10月の30日から10月1日にかけては、今度は、高校生が今度民間の英語試験を受けなければいけないということになっていて、それに向けて一生懸命こう、そうなったからにはそれに合わせなきゃいけないということで、生活を変えたり勉強を変えたりしていたのが、突然今度それをやめますという発表があって、それにも高校生あるいは保護者、学校の先生も振り回されて、一体どうしたらいいんだと、彼らも非常に、未だに不安の中にいる状態です。そしてその同じ日、10月30日の未明には、那覇の首里城が燃えてしまうという、これまた日本にとって、沖縄にとって大きな問題があって、私たち本当に心を痛めました。でもそういう中でも、先ほども言ったように私たちお互い励まし合って支え合って、情報を交換し合ったり、首里城にも非常に多くの人たちが自分のお金から寄付をしたりしながら、とにかくみんなで私たち力を出し合って、この困難な中を生き抜いていこうよっていうふうにしてた矢先だったと思うんです。その中にこの11月、先ほどの田村さんたちの質問で分かった、この桜を見る会や前夜祭の問題、結局は私たち市民がいくらこう我慢して励まし合って大変な中でもなんとかやっていこうよとしていたのに、結局は今の安倍政権の中枢にいる人たち、そしてその人たちを応援する後援者だけが、令和安倍総理の友達、知り合いの人だけが贅沢をしたり、税金、私たちが本当に乏しい中から出している税金を食い物にして、自分たちだけがいい目を見ていたということが、こんなに明らかになってしまったわけですよね。これから本当に今この9月10月11月私たちが大変なことを経験しながら、みんなで励まし合って我慢して支え合ってきたのは一体何だったのか、バカにするなと言いたいですよね。でこの私たちのこのバカにするなという思いは、これはただ上辺だけのことや一瞬のことだけではない、積もりに積もったこれまでの、私たちのこの安倍政権になってからもう7年近く積もり積もってきたものが、今まさにみんなで声を合わせて大きな声でバカにするな、市民をなめるなっていうですね、この怒りをこの総理にぶつけて、安倍政権にぶつけて、今度こそ励まし合って我慢して努力をした人たちが本当の意味で報
報われる社会というのを一緒に作っていかなければいけない、まあ、そういう今時なんだと思います。みんなでこれからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。加山里香さん、本当にありがとうございました。お忙しい中からスピーチをしていただきました。ありがとうございました。それではここ